があります。そして女子のフリーの最後は東北高校1年生まだ15歳という荒川静香選手です。昨年度は全日本選手権2位、そして世界ジュニア選手権でも2位に入りました。高校生になった荒川選手、夏休みは仙台を離れてアメリカで、あるいはカナダなどで練習を積んできたということですが、女子の選手では長身ですよね。そうですね。これは綺麗に。今の、女子の選手たちは特に素振りさんとか、荒川さんはじめソルトレイクの本当に選手になるんじゃないかっていうぐらいに力はあるんですけど、まだ磨きがもうちょっとっていうところで、もう長野のオリンピックが来てしまったっていう感じで、有望ではあるんですけども、まして枠が一人しかいないということで、本当に手足の長さをこう強調するようなそんな振り付けですね。とにかく柔らかいイメージでこのフリーを演じたいというふうに言っていました。振り付け、それから自分のジャンプを大勢の皆さんに見てほしいというふうに話をしていました荒川。あ、惜しい。まだ高校1年生、しかし女子のフィギュアの世界においてはもうジュニアからシニアへということになりますよね。そうですね。そのちょうど中間のまだあどけさなんかが残っていて、でも3回転決まりますと本当にもう迫力ある、十分シニアにはもう通用するジャンプ力だと思うんですけどね。さあ最後の見せ場です。ここでもう一回トリプルルッツが決まるといいですけど、残念でしたね。2回転になってしまいました。私も第1回目のオリンピックっていうのは同じ年高校1年生だったんですけど、やっぱりいい思い出っていうんでしょうかね、青春時代の1ページを、オリンピックで実現できれば彼女の夢も一つ果たせるんじゃないかと思いますけどね。荒川静香さんのフリーの演技でした。日本の女子のフィギュアはもう一人、スグリさんがいらっしゃいますので、このスグリさんとそして荒川さん、この2人を中心にしたあくまでも椅子は一つと厳しい争いですね。はい、彼女のいいところどういうところですか、荒川さんの。やはり身長がかなり普通の、
まあ、私とか伊藤みどりよりは大きいっていうのは、私も154しかなかったんですね、はい、伊藤みどりも144、非常にみんなちっちゃいんですね、クリスティ山口も、うん、あのミシェル・クアンも、うん、タラ・リピンスキも非常に小さいんですよ。でこの、まあ、小さい中彼女が身長を生かした演技ができれば、うん、すごく見栄えがある素晴らしい演技になるんじゃないかと思います。いつも無表情で滑るって言われるんで、今日は表情を曲と一緒に柔らかくしてみたんですけど、ちょっとジャンプ失敗してしまったのもあって悔しかったです。来年はこの会場でオリンピックがあるわけですが、長野オリンピックやはり目標としてますか？一応長野オリンピックに出たいと思ってるんですけども、その前の試合からきちんとこなしていって、最終で決まるのが全日本なんで、全日本で自分で満足できる演技をして悔いの残らない試合をしたいと思います。